生活の育成ゲームへようこそ。今回は Fosmet の新型スマートウォッチ QS40 についていつも通り AppleWatch との比較をお届けします。 QS40 は Fosmet から発売されているスマートウォッチで8000円くらいで購入することができます。シンプルなデザインとコスパの高い性能で、この価格帯のスマートウォッチとしては結構推しているシリーズになります。前モデルの QS39 から大幅にアップデートされていて、めちゃめちゃ使いやすくなっていたので、今回は QS39 との変化点も見ていきつつ、いつも通り Apple Watch SE と比べてどうなのかというところも見ていきます。付属品はいつも通り説明書と充電ケーブル、専用バンドとそれに付随する工具が入っていました。バンドはシリコン製と金属製が用意されていて、軽さを重視するならシリコン製、見た目を重視するなら金属製という使い分けになると思います。充電ケーブルは最近よく見る汎用的なタイプです。スマートウォッチの充電器は各社バラバラになりがちなので、この規格に統一するというのはいい動きだと思います。では早速使い心地を見ていきます。まずはシンプルに時計としての機能を見ていきましょう。この項目では操作性や視認性、バッテリー持ちを比較します。デザインは QS39 と大きく変わっていないですが、画面サイズが 1.4 インチになったことで視認性が上がっています。前モデルの QS39 よりはちょっと大きくて、別のシリーズの LGW6 よりは少し小さめというサイズ感になっています。操作性は QS39 と全く同じで、ボタンタイプのデジタルクラウンともう1個のボタンがあります。Apple Watch SE と一緒ですよね。使ってる感じとしてはレスポンスが良くなってますね。多分プロセッサの性能も上がってるんだろうなと思いました。文字盤も充実しています。アプリに接続すれば自由にカスタマイズすることができるので、文字盤の種類が少なくて困るということはないと思います。個人的に気に入った点としては、何といっても常時点灯に対応したというのが素晴らしいです。 QS39 や Apple Watch SE は常時点灯に対応していなくて、こんな風に手を上げると自動で点灯するという感じの方式なのですが、やっぱり点灯までにちょっとタイムラグを感じますし、腕の上げ方によっては反応が悪くてつかないみたいな時もあります。あと、そもそも手を動かさずともチラッと時間を確認したい時ってやっぱあるじゃないですか。そういう時のことを考えると、常時点灯に対応したというのは個人的には素晴らしいと思ってます。常時点灯中は簡易的な文字盤の表示になるのですが、これがデジタルとアナログの2種類から選べるというのが、細かいところなんですけどすごくいいと思ってます。前回レビューした LGW6 はデジタル表示しかなくて小回りが効かなかったのですが、こっちは使ってる文字盤によって常時点灯中の文字盤も好きな方を選べるので使いやすいです。バッテリー持ちについては、常時点灯をオンにすると丸1日とプラスアルファくらいの持ち方、1日半くらいですかね。 LGW6 は3日くらいは持つので、そういう意味では今回は特筆するほどバッテリー持ちがいいというわけではなさそうでした。次にスマホの子機としての使い心地を見ていきましょう。この項目では通知機能やスマホを探す機能、キャッシュレス機能を評価します。通知機能はスマホアプリの GloryFitPro の機能に依存します。スマホを机の上に放置しがちな僕にとってはすごく大事な機能なので毎回紹介させてもらっていますが、これもともと便利なので今回は大きな進化というわけではなかったです。主要なアプリの通知を個別にオンオフできて、その他のアプリについては一括でのオンオフということになります。毎回見てくださっている方にとってはくどい説明になりますが、洗濯機の通知をオンにするとウェザーニュースの通知も全部降ってくるので、ちょっと小回りが効かないかなと思っています。ここもね、そろそろアップデートしてほしいなとは思ってるんですけど、今この状態が続いています。ちょっと気になったこととしては OS で使われる日本語が自然になったっていう言い方をされていて、それは素晴らしいアップデートだとは思うんですけど、ちょっとね対応していない感じがあるみたいで、通知をよく見ると一部ですね脱字が発生していました。ここちょっと気になりました。スマホを探す機能については Apple Watch を超えてくるということはまずないだろうなとは思っています。 OS レベルの制御とアプリケーションレベルの制御ではそもそものできることが違うので、ここは甘んじて受け入れるしかないと考えています。で、キャッシュレス機能もありません。そろそろビザタッチ機能だけでもつけてくれたら強いのになとは思っているんですけど、なかなか難しいんだと思います。ここはスマホの決済機能を使うか、あとはエブリングなどの決済系端末と組み合わせて使うっていうのが現実的な使い方だと思います。最後に健康管理デバイスとしての使い心地を見ていきましょう。今回から対応アプリが GloryFit から GloryFitPro に変更になっていますが、僕の使い方だとそんなに大きく使い勝手が変わったというわけではなかったですね。ただですね、QS39 と比べると単純に歩数計や睡眠計測の測定精度が上がっていました。なのでここは順当な進化と言えるんじゃないかなと思ってます。僕が Apple Watch SE と比較できる範囲ではの話にはなりますけれども、より信頼して使えるようになったかなというふうに感じました。ということで、Fosmet の新型スマートウォッチ QS40 の使い心地を見てきました。いつも通り3つの観点では見てきましたが、大きな変化点としては時計としての使い心地と、そして測定精度のところが大きかったかなと思います。この値段で実用レベルの常時点灯が使えて、そしてこのデザイン性なら全然普段使いできると思うので、この価格帯でスマートウォッチを選ぶのであればいい選択肢になると思います。QS39 と比べて値段はね、若干上がっていますが、クーポンを利用すればまだまだ安く買えるので、この使い心地ならありな値段なんじゃないかなと思ってます。少しずつではありますが、順当に進化を続けてきているFosmet。ぜひですね、ご自身がスマートウォッチに求めることとしっかりすり合わせをして、何を買うかっていうのを見極めてもらえればと思っています。以上となります。このチャンネルでは生活を豊かにするアイテムについて、比較検討の備忘録や使いこなすためのコツを動画にまとめています。ガジェットや家電に興味のある方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。